画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、です。今日の動画は、昨日ですね、プロスカのモアモアジャンプ、ワールドリンクイベントが終わったということで、このイベントとイベントの間の1日は、プロスカの次回イベント情報が出る日なんですが、そこの詳細をご一緒に見ていく動画になります。で、その前に、昨日動画でも言った通り、プロスカ放送局シャープ8の、まあ、2部ではないんだけど、マイナー、まあ、超マイナーアップデート情報が発表されてたんで、先にそっちから見ていこうかなと思います。この動画良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。おすすめから来た豆腐、登録待ってます。まずお知らせ一つ目ですね。5月未開催予定のイベントについてということで、プロスカバージョン 3.4.0 アップデート以降発生していたチアフルライブの不具合を修正したため、5月末はチアフルカーニバルイベントが実施されます。先月の4月末、ビーバス箱イベントの時、本来はチアフルカーニバルイベントだったんだけど、不具合が多かったので、そこがマラソンイベントになったと思うんですが、5月末はちゃんとチアフルカーニバルイベントが開催されるといった感じですね。一応事前に運営チームテストは行ってますが、万が一不具合が発生した場合には、一時的なペナルティの緩和や停止も含め、迅速に対応するとのことです。まあ、これは運営チームテスト段階では不具合は起きてないけど、プロスカユーザー何十何百万人のユーザーが一斉にプロスカを遊んだ時、まあ、どんな不具合が出るか分かんないからって話ですね。はい、続いて CM 機能のリリースについて、これは4月中旬ぐらいから CM 機能を実施してプロスカ内で報酬もらえるっていう機能だったんですが、まあ、そこも結構不具合があってまだプロスカに実装できなかったんですが、この6月上旬よりプレリリース版、まあ、テスト版みたいな感じですね、広告配信を開始しますと。で、広告視聴後以下の不具合が発生する可能性があると。広告を見た後ですね、リズムゲーム中にカクつきや音ずれが発生する、ゲーム中の BGM、SE、ボイスなどが鳴らなくなる、ゲーム中の各種 UI の表示が乱れるといった不具合が確認されてて、ちょっと皆さんの端末にも起きてしまう可能性はありますと。まあ、ただこの上記不具合はゲームを再起動することで解消されるとのことなので、もし発生してしまったら、まあ、再起動しましょうっていう話ですね。で、発生した時はサポートゲーム動作進行より報告してくれると正式版リリースに一歩近づけるといった感じなんで、まあ、発生した方は報告してくださると嬉しいといった感じですね。はい、ここからアップデート情報なんですが、まあ、めちゃめちゃマイナーって言ってた割にはちょっとありがたい、マイナーか、ちょっとありがたいだったらマイナーか、ライブリザルトのスコア画面などでスクリーンショット機能が追加されます。これ何がありがたいかって、プロスカ遊んでる時って結構通知とか来ないようにアクセスガイドっていう機能を使ってる方が多いと思うんですけど、まあ、それやってたらスクショも取れなくなるんですね。それがこの右上のボタンをポチッと押すだけでライブリザルトのスクショが取れるといった機能ですね。ありがたいですね。いちいちアクセスガイド切らなくてよくなるんで。あとは衣装ショップのプレビューモデルに現在設定中のヘアスタイルが反映されるようになりますと。この画面見てると、衣装ショップのところ、自分が今着せてる衣装とアクセサリーは最初から反映されてたんですが、ヘアスタイルが反映されてなかったんですよ。それが衣装ショップのプレビューモデルにも反映されるといった機能ですね。はい、最後のアップデート情報が、メンバー一覧など一部画面の絞り込み機能の項目が追加改善といった感じで、レアリティごとのチェックマークが追加されてますね。あとライブ衣装の項目も以下のチェックに変更がありましたと。衣装あり、衣装なし、ヘアスタイルありといった感じで、まあ、自分の持ってるイラスト絞り込みがもっと簡単に絞り込めるようになりましたよといった機能ですね。はい、そんな感じで、あと5月22日リリース予定のバージョン 3.6.0 もうちょうど今日の11時頃に強制アップデート入ったと思うんですけど、これによってプロセカが、まあ、変わりまして、利用可能な OS バージョンが iOS12.0 以降、あと Android 5.1 以降になります。あとバージョン 3.6.0 アップデートの時に、まあ、約 5GB のデータ再ダウンロードが発生するとのことで、これ結構でかいんですね。僕も今日強制アップデートの時に見たんですが、まあ、こんな感じで5ギガ分データが入って、まあ、結構時間も取られたんですけど、ただこのアップデートって、今のプロスカの容量にプラス5ギガ入るわけではなく、上書きされる感じなんで、プロスカの容量がすごく重たくなるっていうわけではないです。よろしくお願いします。あと、リズムゲームオプションの垂直同期がデフォルトで有効になりますね。これに伴って垂直同期はオプションから削除されますので、今後のプロスカは垂直同期がデフォルトって感じですね。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、まあ、確かに、プロスカ放送局2部で喋るにしては少ない情報って感じだったんで、公式配信の時間ももう本当に10分ぐらいだったんで、僕も次回イベント情報の冒頭でちょっと喋らせていただきました。それではプロスカの新イベント情報ご一緒に見ていきましょう。さあ、それではプロスカ次回イベント情報更新されていますんで、ご一緒にお知らせの方も見ていこうかなと思います。いつもだったら動画の冒頭で前回のイベントのランキングとか発表してたと思うんですけど、ちょっと今裏で違う僕の企画動いてるんで、ちょっと今そこ見せれないって感じなんで、すいません。それではご一緒にお知らせ見ていきましょう。はい、来ました。おっと、15時にコネクトライブテクニカルテストの話も来てますが、イベントですね。大鳥 M ちゃんバナー、なんだこの表情、ご一緒に。なんかなぎなた、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ライデン将軍が持ってそうなやつ。プロジェクト世界カラフルステージフィッシャリング初音ミクをいつもご利用いただきましてありがとうございます。次回イベント開催についてご案内いたします。よいしょ、すいません、変なテンションなので戻しますねイベント概要、マラソンですね。うん、開催期間が
5月23日の15時から29日、まあ、このワールドリンクイベントの後だったり前だったりはイベント期間がすごく短いんで、このような開催時期となっています。で、5月30日にまた新しいイベント、限定イベント、チェフルカニバルイベントが発表され、31日限定ガチャっていういつものプロスカの流れですかね。それではタイプボーナス、そしてメンバーボーナスの方もご一緒に見ていきましょう。タイプボーナスはキュートタイプ、そしてキャラクターボーナスがワンダーランショータイム。メンバーボーナスですね、天下を笑う者大鳥 M、 スター目指して全力でスター目指して全力ダッシュ、頭悪そうな文字列、天松笠一緒に特訓、鏡で蓮くんとなっています。なるほど、まあ、箱イベなんでイベントの編成とかは、まあ、全然組みやすいと思うんで、この後編成も組んでいこうかなと思ってるんで、ぜひ見ててください。いや、ちょっとこれ早くバナー見たいな。今ちょうど15時になったばっかりだから、出てますね、うん、出てました。イベントのあらすじ読んでいきます。春明座での修行を終えたワンダーランズショータイム、新たに M たちがやってきたのは、違いますねすいません、盾を得意とする劇団三日月組。新天地で M たちは体を激しく使った芝居に挑戦することになり、といった感じで、すごいな、盾を殺人って読むの、なんだっけ、嵐の相葉ちゃんも昔 VS 嵐かなんかで言ってた気がするんだけど、まさか僕も同じ間違いをする時が来るとは。はい、ここ芝居をやってる M ちゃん、かっこいいよ。そういう系統もできるんですね、こういう表情。まあ、できるか。だって限定の時すっげえ怖い表情でこっち走ってきてたもんな。で、このイベントさっきメンバーボーナス見たと思うんですけど、天松笠くんと M ちゃんとレンくんがピックアップなんで、まあ、ルイくんとネネちゃんが報酬枠なのか、まあ、もしワンチャン報酬枠にいなかったら、次回の限定とか、6月の限定で来る可能性がね、今までのプロスカ運営のこと考えると結構起こりうるんで、どうなっちゃうんだろうって感じですね。はい、それではイベントの編成軽く組んでみたんですが、僕の総合曲34万ぐらいでできましたね。うん、まあ、キュートタイプのワンダショで染めればいいだけなんで、イベント編成は簡単に組めるんじゃないかなって言いたいんですけど、思った以上にね、あのキュートタイプのワンダショ僕は持ってなくて、皆さんがどうかわかんないけど、 M ちゃんに関しては星音ないもんね僕マジか。まあ、ちょっと今回のピックアップできるだけ引いて、イベント編成、イベント特攻キャラで組めたらいいのかなって感じですね。まあ、星3以下だったら、まあ、5名以上はいるんで、250杯以上は組めるのかなって感じです。はい、そんな感じで、まあ、5月限定があって、ワールドリンクイベントがあって、ちょっと体感僕は5月早く感じますね。もう6月かと。もう新年、もう2024年迎えて半年経とうとしてんのかみたいな感じですが、まあ、プロセカは変わらずね、月に1回限定があったり、ワールドリンクイベントがあったら、ユニット限定が来たり、まあ、結構お金飛ぶアプリですが、これからもよろしくお願いします。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。